なっちゃいますけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ。おはようございます。2024年7月日にち全然覚えてないですよ。はい、日曜日、今日はいわきのお知り合いと一緒に釣りします。朝からピカチュウですよ。朝からピカチュウ。これめっちゃ可愛いですよね。朝からピカチュウ。もうこれで朝一本でもね、もう釣れちゃったらもう満足兆候になっちゃいますからね。なわけで今日は楽しみます。はい。このぐらいのスピードならありだな。息子とエアロツイスター永遠巻きまくって何も起きなかったんですよ。せっかく長袖着たのに暑いな。もう暑くなってる。もう暑くなってる。ピカチュウ襲われかけた。ピカチュウ襲われかけた。昨日より見えんな。昨日一本しか見えなかったんだよ。お見える。ネコリム一撃いかないですかね、それね。ネコリムで食わないですかね。ネコリム投げちゃってみてください。うろうろしてますね。パパは出だれ入ってる。この辺の中に結構いいんだな。ピカチュウ引くと出てきて、ピカチュウいなくなると隠れていくパターン。あ、うろうろしてる。また出てこないな。どこで反応するんですかね。ねえ、なんかやっぱ興味示して出てくるんでしょうね。出てこねえ時ってこいつはどこにいんのかなと思いますよ。ってもらっていいですよ。一回は7000になります。ちょっとダメだ。安定の猫。猫っすね。安定の猫。一安心。ボス飲まれました。一安心だ。これなんでスモールってガラつきとガラつきじゃねえぜ、いいんすか。なんかずーっとシャローうろついてるのって黒いんですよ、はい、ディープに戻るやつは普通の色してて、はいはいはい、あとは産卵カラミンドッキって、はい、なんかアフターのすぐのやつがやっぱ若干汚かったりとか、あ、たまに真っ白血血の見ますけど、ね、ますよね、うん、もうなんかすんげえ黄色っぽいやつとか、そうそうそう、すごい綺麗なの。よかった。あ、写真もらっていいですか。いやー、エースもサイズ的にエースもやっぱり、ね、あ、白いのついてきましたね。あ、ワーム吐き出したんですね、多分。サイズええよな。暴れてない。安定の猫です。安定の猫。ワーム吐いたんだろう。多分漂ってるワームを食って吐いたんです。この辺に置いといていいですか。あたしもですけど、これガラつきですよ。ガラつきだ。安心安心。ちょっと雲期待したのに全然来ねえな。
あれ思ったより大きくなかったけど天才に勝った。天才に勝った。甘神なんですね。めっちゃ甘神ですね。ねえ、ってる方に投げるイメージで。真っ黒、かっけえ。真っ黒バス。今食ってからそれ止まってましたよね。ああ止まってました、うん。元気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 。あっ絶対あのあれですね、ソースカツとか食えねえですね今日。熱くて、うん、いただき様にネットで救わせようとしてる。おいいの、ナイスサイズっす。いいっすね、いいっすね、普通にいいっすね。あだす、普通にいい。釣れちった、釣れちった。あーでで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 、で、岡村さん遠くにいるけど釣ってるよこれ。わ、ランディングネット5000円になりますよそれ。おーおー。やっぱこのエリア魚多いのかな。絶対バラしたくないって言って。はーい、ナーイス。ナーイス。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。